どうしたの？そんな難しい顔をして。ちょっと前になんだか真剣に考え事をしてるみたいだったから声をかけていいのかどうか迷っちゃって、もしかして邪魔しちゃったかな。気にしないで。それよりも待たせちゃった？それならよかった。私の顔に何かついてる？ん？星野くん？そう。それにしても星野くん、本当に私が声をかけると驚くよね。なんだか小動物みたいで可愛い。男の子に可愛いなんて失礼かな。そかそか、それならよかった。そうだね。どこか行きたい場所や用事はある？しなくて、星名くんにとってはご褒美なんだから、むしろおもてなしするのは私の方だもん。星名くんの方で希望がなければ私が決めてもいい？合点。じゃあどうしようかな。お話をするにしてもいきなり喫茶店とかでゆっくりするのもなんだしね。とりあえずショッピングモールを回ろっか。それともどこかのお店でゆっくりする方がいい？それじゃあレッツゴー。